青森県三戸町にある城山公園の坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。5月5日ワンララジライ熊本に絶対勝つぞ。5月12日日曜日はダイハツスタジアムで青森県サッカー選手権大会決勝開催。相手はブランデュー弘前。昨年の雪辱を果たし2年ぶりの天皇杯出場権をつかみ取れ。そして翌週19日は J3 再開、ホームダイスタでアスルクラロ沼津との因縁の対決。 JFL 以来3年ぶり、同じ J3 の舞台でついに八戸と沼津が火花を散らす。